初めてなんですよ、プロデュースするのは。今まではまあこうセットリスト会議とかはメンバーでもかなりさせてもらってる、メンバーが結構意見を言わせてもらえる環境であったので、そういう会議に参加はしていたことはあったんですけど、こうやって自分が考えさせてもらえるのは初めてなので楽しみです。こうやってがっつりなんか自分のこと以外で考えるのはかなり、本当に何倍公演ぶりとかなのかな、自分の公演とか考えてきたんですけど、こう一つの大きなステージを作るっていうのはすごく久しぶりな感覚で、ワクワクしながら、急ピッチで今まだ全あのまだなんならまだ完成してないし、ノートが真っ黒になってる状態です考えてはいや違うかなとか思いながらで考えてるんですけど、はいっていう感じなんです楽しみですね、楽しみです。私も忙しいですよ、忙しい夏です。本当に米サイドですね、ゼップ。メンバー割はいや自分は考えてないです。はい、そこはちょっとお任せさせて、ちょっとねメンバーはお任せしました。何倍公演もメンバー選ぶのが一番大変だったので、ちょっとそこははい任せて、っていう感じで、スタッフさんともちろんお話ししながら、全部自分っていうわけではなくて、感じで楽しみ楽しみなんですよね。とにかくもう考えてるだけでなんか、あもう絶対いいものにしてくれるだろうなっていうのがすごいあるので、昼夜とメンバーもやっぱ違うたりとかして、そうなんか軽く投票もあるということもさっきあったので、どんな感じなのかちょっとそこは分かんないんですけど、まあそんなのなくても多分こう昼夜チームでかなりお互いバチバチお互いにいいものを作って、お互いに刺激し合いながらやってくれる気がするので、自分がみんなが頑張れる土台を、いい土台が作って出たらいいなっていう風に思っております。もうケイトがグループライン作った。うわもう仕事が早いわ、虹がかかった、すごい、ありがとうございます。すごいな、早いな、素晴らしいね。うわーみんな早いな、いや本当に楽しみです、ね、いやみんながこうなんだろうな、ドキドキと楽しみといろいろね、その反応を見せてくれたので、自分もよりいいものにしようっていう風にすごく思ってて、楽しみですね、楽しみしか言ってないな前髪伸びたな、髪の毛も明るくなったし、みんな前向きなのが素敵、本当に。そのさっきもちらっと言ったんですけど、ダラフト3期生と6期生が最近コナンバトルを終えていろいろ一段落ついたところで、すごい自分たち 今の自分たちのこととかをすごい話し合ってたらしくて、
その話も聞いて、いやそうやって自分たちから変えていこうとしてる姿勢がすごくいいなって思うし、後輩がねそうやってやってくれてると思うと頑張ろうって、上も頑張ろうって思いますよね。やっぱりほんとに亜美るんとゆいながインスタライブで会議してる、早いな公開会議表でやる会議いいんじゃない、それもありですね、ありかも。なんかほんとに結構本当になんていうの、何でも言ってくれたらそれをなんかできる限り